今日はネギ畑にやってきました。レシピのヒントをもらえるようたくさん質問したいと思います。それでは行ってみましょう。収穫 GO！ 今回訪れたネギの生産者は平川明信さん。どんなことを教えてくれるんでしょう。このこっから上の部分ってどうしてるんですか。切って捨てちゃいます。お夏場は切って捨てて、冬場は泥抜きだと葉っぱごとこう袋に入れて出すんですよね。緑の葉の部分なんですけど、これ本数が多い方が良かったりとか特にないんですか。じゃあネギの本数はだいたい決まって4本から5本枝分かれになってます。これはちょっと多い方、普通はだいたいこのぐらいかな、このぐらいの本数に育ちます。美味しいネギとか人の辺で見られてるんですか。美味しいネギは太くって、この白い部分が長くで、この辺の青さ、このぐらいの青さがあった。ネギの相性のいいものってありますか。基本はやっぱ焼き物と鍋とかがやっぱ一番美味しいかな。油とかって合います。合います、合います。いろんなものに合います。いいアイデアを持ちました。お蕎麦の薬味でもいいし、丸ごと焼いてこう食べても美味しいし、焼くとまた甘みが出てうまいんだよね。よくネギってなんか甘いネギだって辛いネギだってあるじゃないですか。あれってどういう違いで変わってくるんですか。甘い辛いは品種によって、でこれは、ちょっと甘口で、辛味大根じゃなく辛味ネギとかありますよね。あれは地方によってやっぱ気候とか土の性質によって作り方が違ってくるので、この辺でやろうって言ったら多分できないと思う。平川さん、どうもありがとうございました。今回もたくさんのことを教えてもらいましたが、レシピのヒント見つかりましたか。